こんにちは。最近一部の、モノモス系 YouTuber が、YouTube が、ポリシーを変更したので、もうやっていけない。もう私引退しますという動画が、ニュースが、流れておりましたけれど、そんなことはありません。ポリシーは変更されていません。ただし、該当すると、収益化が外されます。今回はね、そのお話をしたいと思います。YouTube ヘルプの広告掲載に適したコンテンツのガイドラインのページです。ここに書いてますね、一番上。2019年6月更新。広告表示が制限される。また広告が表示されないコンテンツの例を増やしました。ポリシーに変更はありません。そのため広告掲載に適した動画の審査方法もこれまでと変わりませんということで、今回はね、広告が制限される、表示されないというコンテンツの、例を増やしたということです。この絵ずいっぱい書いてますけど、このずっと下、見てみます。具体的に、不適切な表現ということで、カテゴリー書いてますね。その右側に広告表示なし、または制限ありということで、具体的に、ここに、文章で書かれております。そういったことに該当する場合には、収益化、できなくなりますよということです。はい、暴力に関しても書かれてありますね。カテゴリー、陰湿、不快感を与える、生々しい表現や画像を含むコンテンツ。はい、右側に、その例が書かれてあります。暴力行為を描いたコンテンツということで、ここもね、もう本当具体的に書かれてますね。わかりやすくなってますね。はい。で、アダルトコンテンツ。もちろんね、YouTube にはアダルトコンテンツは投稿できないんですけれど、まあそれ以外にもね、まあこれアダルトコンテンツではないかなっていうものがちらほらあるんですよね。で、カテゴリーとして、性的描写が露骨なコンテンツ。まあ、これはダメでしょう。あと、ヌード。はい。そして、性的内容を暗示するコンテンツ。ここね、暗示するコンテンツってなかなか、難しいんですけど、これ、右側に、具体的に書いてますけど、ちょっとお話をするのが、はばかれるような、内容も書いてますけどね。このように具体的に書かれてあると、なるほど、とわかりやすいですよね。はい、その下、有害または危険なコンテンツ、カテゴリー、不適切ないたずら、挑戦、スタント、これまでにもね、いろんな、いたずら動画、挑戦動画ありましたけれど、右側に書いてあるようなこと、これがもうアウト、収益化できませんよ、という内容になりますね。で、その下、身体改造、仮面ライダーですか？身体改造と、医療処置ということで、なんとね、ニキビを潰すというのも、これ、収益化できませんので、お気をつけください。はい。で、その下、自分自身または他者に、肉体的、または精神的に危害を加えると脅す、またはそれを奨励するコンテンツ、あ、これ、いわゆる個人攻撃ですね。はい。これ、気をつけましょう。その下、自傷行為、他人への危害、他人による危害ということで、もちろん自殺はダメですけど、まあ、いじめ、嫌がらせ、家庭内暴力、その他の、虐待や自傷行為に関するコンテンツ、はい、人食いに関するコンテンツ、ああ、人食いですね。ああ、そういったの、動画あるかもしれませんね。はい。その下、模倣してはいけない危険な行為。中毒反応を引き起こすような量の、物質摂取を移したコンテンツ。その他、地下鉄でのサーフィン。サーフィン？スケートボードなんですかね。はい。で、その下、真似をすると事故や怪我につながる恐れのある、その他のチャレンジコンテンツ、今、キャップボトルチャレンジが流行ってますけど、それは問題ないのかな？ファイヤーチャレンジ、キキチャレンジ、
バードボックスチャレンジなど書かれてます。くれぐれもご注意ください。その下、健康に有害な行為や医学的な主張、行為の宣伝や指示、ここもね、書かれてますんでご注意ください。その下、差別的なコンテンツとして、具体的に、カテゴリー、憎悪を煽る、差別を助長する、あるいは、誹謗中傷するコンテンツ、いわゆるヘイトスピーチ、ヘイトクライムに関すること、これも具体的に、右側に3項目書いてますね。他者に対する暴力を助長、美化、容認するコンテンツ、個人やグループが非人道的である、劣っている、排斥に値すると、他の人が信ずるように促すコンテンツ、ヘイトグループ、またはヘイトグループが使っているアイテムを宣伝するコンテンツという風にして、ここにきちんと、掲載されてますね。はい、テロや、暴力的な過激主張、主義を、促進するコンテンツ。はい、これはもう全くやってはいけません。ね。テロに関する項目ですね。その下、ここですね。その、有名 YouTuber、モノモス系 YouTuber が、今回取り上げたこと。炎上目的、侮辱的。ここね、例として、炎上を招く他者を侮辱するコンテンツ。個人や、グループを、恥ずかしめる。侮辱することに、焦点を当てたコンテンツ。貶めるか。個人やグループを貶める。侮辱することに焦点を当てたコンテンツ。その下、個人もしくはグループに対する嫌がらせ、威嚇、いじめにあたるコンテンツ。個人を、名指しで罵る、中傷するコンテンツ。その他、書いてますね。個人に対する悪意のある攻撃、中傷、名誉毀損。はい、これ気をつけましょう。そして、危険ドラッグや薬物に関するコンテンツ、カテゴリーとして快楽を目的として精神状態を変える物質、肺状態を、誘発する物質の宣伝、快楽目的でのドラッグの使用を促進する製品やサービスの宣伝、危険ドラッグの製造、購入、使用方法を説明したコンテンツの宣伝、お気をつけください。はい、タバコに関するコンテンツも入ってます。タバコの宣伝。タバコ関連商品の宣伝。タバコに類似した、商品の宣伝。これらもね、収益化できませんので、お気をつけください。で、これ日本にあまり関係ないのかなと思うんですが、銃器に関するコンテンツ、カテゴリー、銃器の販売促進。そして、銃器の構成部品を含む銃器の組み立てに関する説明。銃器の乱用や悪用。まだありますよ。物議を醸す問題や、デリケートな事象。この物議を醸す問題ですね。下に書いてますね。まずはデリケートな事象として、まあ戦争、死と悲劇と書いてますね。で、物議を醸す問題としては、政治的対立、テロリズムや過激主義、性的虐待と書かれてますんで、あ、政治的対立、いわゆる、右翼対左翼の、対立問題も、これ動画を掲載しても、収益はできませんよ、ということになっていくんですね。あ、ということは、まあ、YouTube の方でもね、日本の方でも問題になっているような、右翼、左翼の対立の動画、それ動画をアップして再生回数を稼いでも、1円もお金は入ってきませんということです。残念ですね。はい、該当する、政治系 YouTuber の皆さん、ご注意ください。まだあります。家族向けコンテンツに含まれる、政治向けのテーマ、はあ、カテゴリー、家族向けコンテンツに含まれる、政治向けの、テーマ、次のような、政治向けのテーマを含みながら、一般の視聴者向けであるかのように見せかけているコンテンツ。ああ、なるほどね。これ家族向けで、子供さんも、この動画見ていいですよと、
思わせながら、実際は、そこに性行為とか、暴力とか、下品な表現とか、その他、一般の視聴者に不適切な子供や子供に人気のキャラクターの描写があるという動画、これも全くもってアウトですよ、ということです。はい、ということでね、まあ、いくつかありましたけど、まあ、今回、モノモス系 YouTuber が取り上げたのは、この炎上目的、侮辱的です。その他にもね、さっき言った、政治的対立、そして、差別的なコンテンツ。ここもね、未だに結構 YouTube にはヘイトスピーチを含む動画がありますんで、このあたりもね、YouTube に掲載をして、再生回数を狙っても、お金は1円も入ってきませんということです。はい、詳しくはね、この YouTube ヘルプ広告掲載に適したコンテンツのガイドラインをゆっくりとお読みください。よろしくお願いします。今回は広告掲載に適したコンテンツのガイドラインについてお話をしました。くれぐれもね、該当すると収益化ができなくなりますんで、その点ね、十分お気をつけください。何もね、YouTuber 引退する必要はないと思うんですよね。うん。はい、ということで今回はこの辺で失礼します。